こんにちは、ハイジーです。そのわけで今日はここ最近テンポが大幅に減るみたいな、ちょっとネガティブなニュースなのかなと思わせるような情報が飛び込んできていますバーガーキングさんなんですけども、何よやっぱ元気じゃんっていう安心するようなことが起こりました。っていうのもバーガーキングさんってもうかねてよりマクドナルドさんに宣戦布告するかのようなキャンペーンを実施し続けているイメージがあるんですけども、ことの発端はマクドナルドさんが2019年6月17日から28日までの間、マックフライポテトの全サイズを150円で提供するというキャンペーンをぶち上げたんですね。これはちょっとマックに行ってみなきゃっていう気持ちにさせたところ、その直後にバーガーキングさん6月21日から4月4日までの間、ワッパージュニアを半額180円提供ということと、フレンチフライの M サイズ半額の140円、マックは全サイズ150円ですけども、こっちは M だけですけども140円、10円安いよっていうなんか対抗してきまして、とにもかくにもワッパージュニアが半額はちょっと激アツだなと思って買ってまいりました。これに関してはワッパージュニアなんですけれども、ジュニアって言ってるくせにサイズ感普通じゃん、ハンバーガーチェーン店のハンバーガーのサイズ感じゃんって言わせるような感じで、普通上のハンバーガーはもちろん結構でかいっていうバーガーキングさんなんですけども、こういうことです。ワッパージュニア、ごまバンズからのレタス、マヨネーズ、トマト、ケチャップ、パティはこんな感じ、厚みはまあそこまでないんですけども、こんな感じで、だからこれがおそらくバーガーキングさんの一番お買い求めしやすいハンバーガーっていう位置づけなんですけれども、なのにこの感じってやっぱすごいよね。ドラゴンボールのフリーザとかならまだしも、サイヤ人シリーズの一番最初に出てきたナッパですらもうあんな強いのって、そのあナッパとワッパ似てる。いただきまーす。うまやっぱうまい。まずね、マヨネーズがたっぷりでジューシーなので、もちろんそのジューシーな感じにはトマトとケチャップも貢献してるんですけども、ちゃんと感じられるんだよね、肉食ってるぞっていう。でそのお肉は肉肉感とほぐれ感、程よいほぐれ感もあって、なんかね口どけがいいハンバーガーって変な表現ですけども、全部が気持ちよく混ざり合って喉越しのいいハンバーガーになっていくっていう、その感じマジで美味しい。うん、いや本当になんだろう、このワッパーのうまさ、ごっくんっていうすんごい食べ応えのある塊が喉を通過していくんですけども、お腹がね空いてくんのよ。それによってなんかさっきよりも満たしてるはずなのに満たされない感じになっていくの。ただ満たされない思いがもしあるのなら、それは君自身の手で作られたもの。今日はドリンクをねちょっと買い忘れたということで、こちらローソンさんのまたカフェラテ買ってきちゃいました。なんか最近行く店行く店の近くにローソンさんがあるっていう、状況になっておりまして、やっぱり美味しい。なんでしょうこのコク、もういや、ま、そうだ忘れてた、興奮してワッパーから紹介して食べちゃいましたけども、今日ねあの他にも買ってあるんです。そういえばドリンクは買ってなかったんですけど忘れてて、他にも買ってまして、そうだあのこれサラダも買ったんでした。このニューシーザーサラダでこれがついてくるものでございまして、あのね結構単品これは300円しました。ちょっとそこはあ300円すんだって思ったんですけども、ハンバーガー今回180円で、あと買ったアップルパイも買って、アップルパイが100円なんですけども、そんな中シーザーサラダ、300円しました。僕の中ではさ、これ買ってちょっとセレブな気分になったんですけども、意外とバーガーキングに来てる女子ってこれ注文してるんですよね。そこびっくりした。このように上にベーコンとチーズが乗ってるっていう感じです。チーズも2種のチーズですね。ここを見たら量に関しては別に多いってわけじゃないっていう量ですね。なんならこれさ、お食事のオープニングとして食べていくっていうのもありだと思うんですけども、ハンバーガー行きつつも、このレタス増量感ね。たださっぱりするだけじゃなくて、ちゃんとさシーザードレッシングもかかってるから、がっつり感は失われてないのよ。はい、食べちゃいましたね。ハンバーガー美味しかった、ワッパー美味しかった。そんで大好きアップルパイなんですけれども、なんかさすがに今トレイもちゃんと置きながら食べてるんですけれども、車の中で食べた時に絶対に危ないと、飛び散りアップルパイだと思って、あとポテト注文してないんかいと、最初にあれだけ値段が10円安いとかいろいろ言ってたくせに注文してないかいっていうのもあるんですけども、僕アップルパイ大好きなんです、ごめんなさい。そこはしかも100円だもんね、そもそも100円、
ポテトより安いんだから、どっちにしろ。でこれね、もうサクサクの衣で中もうトロントロンのジューシーだから、あー美味しい、あー美味しい。ちょっとほんと断面、ごめんなさい、断面無理な方は一瞬目つぶっててほしいんですけども、これこのさ中から見えるトロトロのやつ、これなのよ。これと生地の混ざり合った時の食べ応えとスイーツ感を満たしてる感じ。だからワッパー食べながらもそれがなくなっていく最中も、でもまだ俺にはあれがあるからって思わせてくれるアップルパイなのこれ。あー美味しい。僕これさ子供の頃から本当に大好きなんですけども、結構さアップルパイ全然好きじゃないっていう人いますよね。あれ謎じゃない？でこんなにジューシーだし、こんなにサクサクしてるし、こんなにかじった断面が顎とぴったり合う感じなのに、なんでこれにはまんないんだろうって不思議なの。ベーコンパイとかたまにあるじゃん、ああいうのも多分美味しいんでしょうけども、僕ね最初にこっちと出会っちゃってるから、もうこっちの面影を引きずって全然他のものにはまれないの、これ系のパイに。この車の中で食べるっていうミッションにドキドキしながらでも美味しいから。いや美味しい。でバーガーキングさん、今回さワッパージュニアが安くなってるっていうきっかけで来たんですけども、お店に入ってみるとキングバリューセットの貼り紙がでっかく貼られてまして、それにねワッパージュニアかチーズバーガーかフィッシュバーガーかタルタルチキンのどれかとポテトとドリンクのセットで500円なんですよ。そもそも僕の子供の頃ってハンバーガーってそんな高いイメージもなくて、マックとかでもサンキューセットっていう390円でいろんなものがついてくるっていうセットもあったりとか、サンパシトリオとかさ、ロッテリアかな、それは。今さ普通に食べたいもの注文してたら800円台とかっていうのがもう基本ラインなイメージがあるじゃん。その中での500円セットは相当ありがたいよね。ごちそうさまでした。そんなわけで今回はバーガーキングさんのワッパージュニア、マックに対抗しているであろう安くなったワッパージュニアを食べてみたという動画だったんですけれども、コメント欄の方に1個ありがたいコメントが来ておりまして、青木やすしさんからのコメント、自宅室内の録音はひどくこもっていて気持ちが良くないです、内容はいつも大好きです、ということでありがとうございます。内容は好んでくれているんですけども、音質、このチャンネルの音質問題は僕ねかねてよりずっと悩み続けている状態でございまして、今使っているこのカメラがソニーの AX60 っていうカメラなんで、ちょっと見ます？このカメラでございまして、ちょっとねそうハンドルの上にトレイを乗せて、その上にカメラを置くという設置の仕方だから、トレイが実はねこの車の中同じものが2枚あったりするんですけれども、このカメラ僕何が良くて買ったかっていうと、まず手ブレ補正がめちゃくちゃ強いと、あと 60p で撮影できるから滑らかな映像が撮れると、一眼とかじゃないから風合いはそこまで出ないんですけども、色味が程よくクリアな感じがしまして、ビデオカメラですから当然録画ボタンを1回押しちゃえばずっと撮りっぱなしにしてくれると、それが一眼レフとかだと27、8分で1回止まっちゃうっていうのが煩わしくて、止まってんのに気づかずになんか喋り続けちゃうみたいな事故も起きなくていいかなと思ったんですけれども、買って最初に撮影してみたら、自撮りしてる時はいいんですけども、このカメラを手に持ってこっち側を撮る時の音質が非常に悪いと、10万円超える買い物でこんな音が取れないってことあんのって最初すごいショック受けたんですよ。でそっからみんなみたいにじゃあマイクを上につければいいのかと思って、ちょっとさショットガン的な形のマイクつけたら、向こうの音はもっと拾うけどこっちの音もっと拾わなくなっちゃって、そっから僕ソニーさんのワイヤレスマイクを買って、カメラの向きがどうであろうと別にこっちの音拾ってるっていうやつ、それが Bluetooth 接続で結構ね混声して音が途切れることもあるから事故も多いと、まあ、どうしようかなーってなって、しばらくしてからそのワイヤレスマイクを買った時にセットで買ったこちらのピンマイクを、これまでは無線機に挿してたこれをもうカメラに直で挿して、ここで音を拾って撮るっていうことにシフトしたんですよ。声をねよく拾ってくれるんですけども、結構ムラがあってこっちの声をめっちゃ拾ってる瞬間もあれば、周りの雑音メインで拾っちゃってる瞬間もあって、一個の動画の中で僕の声量が結構バラバラになっちゃって編集大変だなっていう時がすごくありまして、でもこれステレオマイクなんですよ、だから環境音もいっぱい拾うっていうのもあるし、これがね結構ねグラグラなの、結構グラグラで、こうつけててもいつまでか俺がこっち向いてる時もあるし、こう向いてる時もあるしっていうのがあって、信用できなくなっちゃったっていうのもあって、僕が行き着いたのがオズモのカメラに挿す、カメラに直挿するフレキシブルマイクっていうのかな、これになったんですよ。これが600円700円のものなんですけども、でもカメラの上につけるショットガンマイクとかと違って全指向性だから、場にある全部の音をまんべんなく拾うってやつでございまして、それによってこのカメラをこうやって持とうがこう向けようがどっちにしろ同じような感じで僕の声を取ってくれると思って
いいと思ってたんですけども、僕も気になってたんですけども、ちょっと音がこもるんですよ。ちなみにこれがどういう音質かって言いますと、こういう音質になるんです。これが今このオズモのマイクの音。こっちで撮ってもこういう音ですし、こっち側に向けてもこういう音で撮れるっていう、そういうマイクなんですけれども、ちなみにこのオズモのマイクをじゃあ今外しますね。外したらどんな音になるかと言いますと、せーの。今撮りまして、こういう音になるんです。どうでしょうか？これがね、こっち側のものを撮るときに本当に聞こえなくなっちゃうんです。こっち側を向けるとこんな感じの音質になるんですけども、実は今日の動画では全部この音は使ってなくて、これ指してましたけど、一応使ってない予定です。で、何をしたかと言いますと、私、こちらのマイクを導入したんです。タスカムの DR10L という音声をもう別撮りするやつです。こっからコードが出て、ここのピンマイクに挿して使っているんですけども、今日の音はどうでしょうか？とにかくバッと比べてみますと、これが通常のビデオカメラの音でございまして、これがここ最近やってました、オズモのマイクをつけた時の音でございまして、これが AT9901 を直で挿した時の音です。で、これがこっち向いちゃったりとかするとこうなったりします。こちらが今回買いました DR10L をつけた時の音でございます。どれが良かったかなっていうのを、もしよかったら教えてください。っていうのはいいんだ。それは本当にいいんだ。バーガーキング全然関係ないんだ。それはいいとして、また変なコメントが来てんだ。だから紹介しますけれども、ウェーブウェーブさんからのコメント、ハイジーさんのメガネ手作りですごいと思います。手作りしてないです。ちゃんと買いました。どこでその判断下しました？色メガネで見ないで。